皆さんこんにちは。札幌のアーキテリクス専門店 FLHQ ファーストアンドライトヘッドクォーターズ店長の丹蔵です。こんにちは。今回ご紹介するのは2022年10月22日土曜日のアーキテリクス最新入荷情報です。今私が着ていますアーキテリクスサーミパーカーブラックカラー S サイズ、こちらが入荷いたしました。スーツにも着用できる着丈の長さ、すっきりとしたダウンを封入したゴアテックスのジャケットです。アーキテリクスサーミパーカーブラックカラー S サイズが入荷いたしました。そしてこちらが2022年秋冬シーズンの新作ジャケット、ラーレパーカー。去年までのコダジャケットの後継機種になります。コダジャケット当時はゴアテックスインフィニウムウィンドストッパー搭載だったんですが、ラーレパーカーではゴアテックス2レイヤーのメンブレンにアップデートされています。コアロフト河川中綿を封入した冬の街仕様。実際に私コダジャケットを真冬の札幌の市内で着用して快適に使えてますので、当然後継機種のラーレパーカーもこの札幌の街で十分使えます。お値段は税込み82,500円。ラーレパーカー、センタージッパーはビスロンの翡翠ジッパー、フラップに隠れたポケット、チェストポケットがついて、フードをかぶってこんな感じ。ダブルスライダーでボトムからも開きます。そしてこちらが2022年秋冬シーズンの新作ジャケット、ラーレインシュレーテッドジャケット。ラーレパーカーよりも着丈がどうです、短めのジャケットタイプ、ブラックカラーとフォラージカラー2色のご用意があります。サイズは XSSM のご用意がございます。ラーレインシュレーテッドジャケット、お値段は72,600円税込みでございます。こちらもゴアテックスにコアロフト河川中綿を封入したインサレーションジャケットになります。フードは取り外しが可能、内側にメッシュのポケットがついて、グローブやビーニーなどを入れておくことができます。いかがですか、かっこいいですね。ラーレインシュレーテッドジャケット、ブラックカラーとアーキテリクスラーレインシュレーテッドジャケット、フォラージカラー、こちらも S サイズを着用してこういうフィットなんですね。当然フードは取り外しが可能です。今回再入荷したのが大変人気のマンティス2ウエストパック。こちらはブラック、ブラックサファイア、グラファイト、ハビタトスシンス、グレーとピンクのツートンですね。かわいい。ブラウンとイエロー、リトリートビーターズ、いいですね。日本で一番マンティス2があるお店、今のところはね。アルカイダトック 1,2,3,4,5色ですね、はい、ワードヘッドトックの声もございます。バードヘッドトックもハビタットアートモス、これも新色かっこいいですね。オラクルカラーいいですね。どうです、ブラックカラーは定番でいいですね。こちらがボルド、茶色のビーターズ、いかがですか。ビーターズ、アイシーブルーがかっこいいルーセントカラー、うん、このライトブルーかっこいいですね。いかがですか。で、今年のバードヘッドトックもかっこいいですね。いかがですか。今 FLHQ には人気のサーミパーカーブラックカラーの S サイズも4点、アトム AR フーディも XS サイズ、 S サイズ、ブラックカラーの入荷がございます。アトム AR フーディ、ブラックカラー、アークセレクスアルファ SV ジャケット、フォラージカラーの M サイズが1点となりました。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ありがとうございます。